大田寺連から1345年3月13日は、鎌倉幕府後期の実務官僚。幕府滅亡後は、室町幕府に仕えた。三吉康信の子孫で、父は、天治三年期を表した大田康有。永仁三年期、剣武きの著者で、東鏡の主要な編纂者と目されている。官位は、品の守る加計法官、る、影江方眼。 三吉氏は代々門中書出自を世襲する。初期には、町の氏が二代にわたって門中書出自を世襲するが、町のを名乗る三吉安氏持が宮騒動に連座して、失脚、その後大田を名乗る三千公連が、門中書出自となり、その職は、この大田安有を経て、大田寺連へと世襲される。1285年の騒動後に免されるが、1293年、 北条貞時が平頼綱を撃った平前門の乱で、貞時は下月総道以降に平頼綱が主導した人事を否定し、同年10月19日に大田次元は25歳で、再び門中書出自に再任され表情衆、さらにより合い衆となる。鎌倉滅亡後は、県務政権の雑訴決断書に出資するが、後に足利高氏に仕え、 室町幕府初代文中書出自となる。着難の大田忠蔵は早くに亡くなったらしく、略王四年には、次連が定連の三男大田自治家に、所領の一部を譲り、同じ頃に家徳と文中書出自は、定連の着難である、大田県域を譲っている。公営四年二月九日に死去。見舞いに訪れた、足利忠義に対して、 大山府君祭の実施を進言するなど最後まで、第一線で活躍し、当院金方は、その太歴の中で、武家宿老で古実のものと記している。ABC 木下里市、室町幕府下の大田市、義堂の改編、空家日曜工夫略集の周辺2017年、義堂の会、海外書集、木下、大田市、室町幕府の戸様集と方向集同聖者、2018年、 ISBN 978から4から8862179052018年 P313 から326ありがとうございます。